どうもこんにちは、ザワチャンネルです。ようやくですね、心の整理がつきましたので、皆さんに改めまして、ご報告の方をさせていただきたいなというふうに、思います。今月のね、11月3日、日本中がね、全日本大学駅伝で、盛り上がる中、私、下関海峡マラソンにチャレンジ、いたしまして、まあ、僕自身としてはね、初の、公認、フルマラソン、出場と、いうことで、今年に入って、1月から、そうですね、大体月間、まあ、100キロから、200キロのね、練習で、コツコツと、走って、まあ、このね、下関海峡マラソンで、サブ 3.5 ですよね。本当に狙ってたんですよ。別府大分毎日マラソン、まあ、特例ではありますけれども、3時間30分を切った、タイムを持っていれば、出れる可能性があると、いうことだったので、まあ、そのチャンスにかけて、まあ、この下関海峡マラソンが本当ラストチャンスだったんですよね。なので、まあ、他の大会では僕一切出ずに、本当にこの下関でね、サブ 3.5 をやるためにね、約10ヶ月間、頑張ってきたんですけれども、まあ結果の方、ちょっと見てみたいなと思います。こちらドンと、まあツイッターの方でもね、いろいろと発信してましたので、大体皆さん、まあこんなもんだろうなっていうのはね、分かってたんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、大激沈と、いうことで、4時間、41分48秒もう本当完走しただけのね、箸にも、棒にも、引っかからなかったと、いうね、結果に、終わりました。まあ、この結果に関しましては、まあ、ぶっちゃけ言うと、本当に僕、コンディションもめちゃくちゃ良くて、で、最高の、今ここにね、ありますけれども、他、マッハ X2。で、もうありとあらゆる、そのね、コンディション、まあ、自分のね、力が十分に発揮できるようにね、ピーキングと言いますか、準備したつもりで、まあ、ほぼほぼ僕のね、想定通りに、準備はできたんで、まあ、これに関しては本当僕の、実力、不足他にならなかったなっていう、ところがね、本当に率直な、感想です。まあ、ラップタイムと言いますかね、5キロごとのタイム、見て、いただきたいと思うんですけれども、本当、その練習ですよね。ちょっと今年の夏が異常に暑くて、で、ちょっと僕も体調崩してたんですよね。で、7月、8月、9月、まあ本当、猛暑、酷暑、もう、そういった時に、練習があまりできなかった。自分が想定していたメニューを消化することができなかった。まあここはね、やっぱりこの3ヶ月間で、しっかりとね、力つけれなかったのが、まあ今回ちょっと、こういった結果に終わってしまった、まあ、直接の原因なのかなと。なので9月の下旬からは結構ね、練習できてたんですよね。でもまあちょっとその3ヶ月があまりにひどかったので、ちょっとね、もうサブ 3.5 キロ5分で刻んでいくのはまあほぼ無理だなっていうのはちょっと頭にあったんですよね。もうその9月、まあ、10月そのレースに出る前にね。で、結局、まあ、とりあえずはサブ4、まあ、ここにスライドして、まあ、サブ4となるとまあ5分40秒、まあ、このあたりのペースをね、目標に、まあ、下関とりあえずは頑張ってみようとということで、まあ、出場はしたんですけれども、まあ、結局、こういった結果に終わってしまいました。まあ、あと、そうですよね、まあ、コースをちょっと僕のこれも事前に調べていなかった僕が悪かったんですけれども、まあ噂と言いますかね、人から聞いた話では、まあ、下関海峡マラソン、後半きついよと、聞いてはいたので、まあ、ラスト10キロぐらい、結構こう、アップダウンがね、あったりもするのかなっていう風なイメージで言ってたんですけれども、実際、走ってみると、下関海峡マラソン、今ね、マップが出てると思うんですが、初めのね、15キロは土平坦なんですよ。で、当日本当に風もなくて、まあ、普通に走れたんですけれども、この20キロ手前から、まあ、約そうですね37キロぐらいまでアップダウンがすごいんですよね。結構な勾配を登らされると言いますか、まあ、調べてみたら2キロで50メートル登る、そういったコースが結構何回もあるみたいな、コースだったので、
ので、でそこで、まあ、そのタイムの落ち込みですよね、特に30キロ、最後の折り返しですよね、ラスト10キロに向けての折り返しからはもうほぼ、すいません、歩いてました、エイドごとに歩いて、もう本当足も痛かったので、もう全然もう本当に体が動かなかったと、まざまざと30キロの壁をね、本当ぶち当たってしまったっていうのがね、でなおかつそういった、厳しいコース、あの10キロのうちのね、折り返して10キロのうちのまた5キロぐらいはほぼあの上りとアップダウンのね下りなんで、そこでもまだね足にかなりダメージが、来てしまったかなと。で本当後半に備えて結構僕前半本当に余力を残したつもりで行ってたんですよね、行ってたんですけれども、それでもやっぱり、30キロで、ガタッと、ペースがね、落ちてしまったと、いうことなので、まあこれは本当に、まあ仕方なかったかなって、まあ練習不足ですよね。まあ、月間150キロ、170キロ、200キロは1回ぐらいはあったかもしれませんけれども、まあそこぐらいの月間の走行距離で、なおかつ30キロ走ができなかったんですよね。ここがねやっぱまた、失敗だったかなと。やはり30キロ走はやはり3回ぐらいは経験しなければいけなかったんですけれども、結局30キロ走して、迎えるっていうことが、できなくて、まあ、そういった状態の中で、まあ、走れるほど、タイムを狙えるほど、フルマラソンというのはちょっと甘くないなっていうのをね、痛感、いたしました。まあ、完走目的であればね、まあ、僕みたいな、その100キロ、150キロぐらいでもね、月間走行、完走はできると思うんですけれども、やはり、ある程度のタイム、まあ、サブ4であったり、サブ 3.5 であったりを狙うんであれば、もうちょっとね、しっかりとそういったところにクローズアップしたね、練習が、必要だったのかなっていうのが、まあ、この今回の、初マラソンを終えてのね、僕の率直な、感想です。まあ、ということでね、結局4時間40分を超えるというね、まあ、とんでもない、本当にあのゴールした時に涙が出ましたね。やっぱりね、その周りの人はああこの人完走して感動して涙流してるんだなっていう風に見られたかもしれませんけれども、本当にもう不甲斐なくて、もう悔しくて、もう悔し涙で、もうちょっとね、この47歳、まあ大学駅伝とかでね、泣かされることはたびたびありますけれども。この自分の不甲斐なさで泣いたっていうのはね、結構久しぶりだったので、いや本当にちょっとね悔しかったですよね。なのでまあちょっとあのまあけど本当にまあ本当だったらまあここでね、あやっぱフルマラソンの俺才能ないなと、もういっかって終わってもよかったんですけれども、ちょっと本当あまりにもね悔しすぎたので、ちょっともうすでに次の大会に向けて、練習を開始しております。まああの次の大会とりあえず1本、来年ね、ハーフ、あの総社マラソン、倉敷高校とかがね、出場することでも有名な岡山の総社マラソンで公認のハーフがあるんですよ。あそこフルマラソンもあるんですけど、フルマラソンは公認じゃないんですよね。なですけどそのハーフマラソンは公認なので、まずここでやはり、1時間30分台、まあこの辺りを、目安に、まあ少なくともやっぱり40分切りを目指してちょっとピーキングしていきたいなと。で、まあ、今ちょっとまだ出るかどうか迷っているんですけれども、かなりね、豪華な、招待選手といいますかね、ゲストランナーが来るということがね、この度、発表されました。徳島マラソン。ここをね、ちょっとターゲットに、まあ、サブ4あたりをね、狙ってね、徳島マラソンに、出場してみようかなというふうに思います。まあ、コースの方がね、ちょっとまだね、高低差っていうのがちょっとあんまり徳島マラソンわからないんですけれども、まあ、下関ほど、ひどいのはね、あの結構下関マラソンって海峡マラソンって定員割れするんですよ。多分今年も定員割れだったと思うんですけれども、まあ、その定員割れの一つはやっぱりそのね、最後の、後半区間のアップダウンのところがやっぱり、リピーターがあんまり来ない、傾向にあるところの、要因なのかなっていうのはね、本当に痛感しましたね。でも僕はやっぱりもうあそこの下関海峡マラソンでサブ 3.5 をするっていう風に本当に決意しましたんで、それを目標にね、で、来年といいますかその次ですよね、もう来年の別大マラソンはもう出れないんで、その次の別大マラソン、こちらも下関海峡マラソンで今度こそ、サブ 3.5 を達成して、ラストのね、抽選枠で出場したいと
というふうに思っておりますので、ぜひとも皆さん応援よろしくお願いいたします。本当に完走しただけのね、不甲斐ない結果に終わってしまったんですけれども、まあ、次はね、まあ一回経験もしてますし、まああと一つそのうまく走れなかったもう一つ理由があって、僕 A グループからスタートだったんですよ。まあ3時間30分で申請してるんで、結構前の位置からスタートさせてくれるっていうところで、ゼッケンもらったんですけれども、それがレースの前ですよね、トイレに行きたくなって僕トイレ行ったんですよ。でそのスタート地点に帰ってきたのが、スタートも、10分前ぐらいで、でそこに入ろうとするともう入れませんよと言われたんですよね。えって思って、でじゃあ僕どうすればいいんですかって言ったら、すいません E グループに行ってくださいと、まあ、最後尾のグループ行ってくださいって言われて、ここでちょっと計算が狂いまして、なんで見ていただけたら分かると思うんです、グロスとネットめちゃくちゃ下がるじゃないですか、これ E グループからスタートしてくるからなんですよ。なのでちょっと最初の5キロでやはりね、 E グループもう5時間とか完走目的の方がやっぱたくさんいらっしゃるグループだったので、そこでちょっとそのね、前に行くためにいろいろ足を使ってしまったっていうところもね、まあ、若干今回の後半まあまあ、あったのかなっていう感じはするんですけど、まあこればっかりはね、はい、まあ僕の経験不足とそのレース前にねトイレに行ってしまったっていうところもねあったので、まあ次回はしっかりとね A グループからスタートできるようにね、本当に気を引き締めて頑張っていきたいなと思います。いや本当に今回のねフルマラソンを走ってね、まあ僕と一緒に走った周りのねランナーさん含め、まあ前の方でね、サブ2であったサブ3であったりサブ 3.5 であったりをね、達成された方々、本当にねいやすごいなと、いや本当すごい、結構僕よりも体格の大きい方もいらっしゃいましたし、本当上下ジャージみたいな、方もいらっしゃったんですよ。でまあ僕全然それに追いつけないっていうね、本当にね、もうすごいなっていうのをね、痛感し、そしてさらにまあ僕の、不甲斐なさもまたまた痛感したという、初フルマラソンのご報告となります。いや本当にね、無様なタイムでね、いや本当だったらもうサブ 3.5 やりました、別大抽選頑張りますみたいな、動画をね、撮りたかったんですけれども、まあ、これが、まあ、ぶっちゃけリアルなのかなっていうところで、はい、今度はねこの反省を生かしてしっかりと来年のシーズン、頑張っていきたいなと思います。練習動画とかね、今度シューズレビューの動画とかもね、出したいなっていうふうにも思ってますので、皆さん興味がある方ぜひともチャンネル登録と、そして、まあ、僕のこの成長ですよね、徳島マラソンでは本当にサブ4、まあ最低限サブ4を狙っているので、皆さん、応援のほどよろしくお願いいたします。まずはね、サブ4を目指す皆さん、僕と一緒に頑張っていきましょう。今日はこんな感じで、ザボチャンネルでした。Turn them round for the river and hope it's something that I won't regret.